はい、えー、では、えー、始めさせていただきますグ、えーグルクラウドの RDB を徹底比較エレベーターと最新機能紹介ということで、えー、アライアンス事業部大栗が話させていただきますよろしくお願いします、はいえーはい、タイトルにいきなり「Google クラウド」ってある何か違うクラウドを興味ある人がなんかこの会場に多いっていう可能性もあるかもしれませんがこっちのクラウドもいいですよってことで話させていただきます、はいで はい、一応ですね「ハッシュタグデブ IO2024」ということなのでクセの投稿などはこちら QR、えー、からそのままタグ付きな形で投稿できるのでよろしくお願いいたしますというところで「誰だお前」っていう話なんですけれども大栗と申します、えー、ついさっきですねブログ投稿本数を書いてる人がいたので私も今追記しました、えー、とりあえずですね全体でゆるゆると書きつつ355本だったっていうのをさっき確認しました。 で私ですね、ニケノイス AI 行って、クラスメソッドっていう会社にね、1回入ったんですよ、1回入って、なんかどっか違うとこ行って、なぜかまた2回目入ってるっていう、よくわからないことをやってる人間です、はい。Google クラウド、AWS とかのクラウド二刀流とか、えー、本業的にはそれ以外のなんか各種サービスとか、なんかそういうのやってたりっていう、よくわからない感じになってます。はい、まあ何が専門なんだろうなって、自分でもちょっと自問自答することがよくあります。はい さてで、今回のテーマですねデータベースっていうところが取材になってますでデータベースなんですけども今一概にデータベースって言っても昔みたいにですね RDBMS だけって話でも実はないですよねってところですですがやっぱり分類として NoSQL っていう言われた方をしたりあと最近だと NewSQL っていう言われ方をしますやはり分類としてみんな SQL って入れたがるんですよねなんでやっぱりあの いわゆる RDBMS 以外の人たちもデータベースの本筋は SQL だよねってあの自然とみんな考えてんだなっていう気がしてます実際ですねあのデータベースの人気っていうところ、はい、ここで DBEngines から7月の最新の情報を持ってきてるんですけどちょっとちっちゃいんですけど上からオラクル MySQLSQL サーバーポスグレっていって上位4つは全部 RDBMS ですでようやく5番目で MongoDB レ i ス。 で、その下にスノーフレーク、まあ、リレーショナルモデルなんですけど分析用途なんでまたちょっと用途違うよねって感じなんですけどやっぱりあの上位4つ独占するぐらいに RDBMS の人気っていうのは大きすごく根強いんだなっていうのが今の現状になっているということです。でただですね、最近のののデータ検索のトレンドの変化っていうののはは実はあるかなっていうのもあって、 特にここ2年ぐらいあの第4次 AI ブームといえる生成型 AI の話がすごく出てますがその中で検索っていうところだとラグとかの話が出てきてベクトル検索の重要性なんかが上がってたりとか、はい、あとはまあ今更っていう話ではあるんですけどデータの量がずっと急増してますよねっていう話ですはいこれはもうここ何十年とずーっと指数関数的に増えてますのでやはりトランザクションのデータの 読み書きだけじゃなくて分析する大量のデータを扱うっていうのはいつも主要なテーマになっているっていうのが今の現状かなと思ってます。でその上でじゃあ Google クラウドの場合データベースってどういうもの揃えてるんだっけっていうとちょっとまとめてみましたという感じです。こ,この真んん中がリレーーーショナルデータベースっていう話ななですけど、左側があの一般的なあの スタートパディのデータベースのもの、でインメモリかレディスとかメモキャッシュ D とかっていう話、あとはグーグルの独自実装のところで右側ですね、はいえーと、ドキュメントのファイアストアとかワイドカラムのビッグテーブル、まあ、ビッグテーブルは HBS の,の互換ではあるんですけど、そういったものがあったりというところですで。真ん中のところだと独自に実装している、まあ、分析用途ですけど、ビッグクエリーとか、あとは RDBMS というとちょっと違う、NewSQL の分類になってくる、えー、クラウドスパナー。 あとは、えー、いわゆる RDBMS のところで、えーまあ、Google が独自に作り直したというところの a r o i d b とか、えー、OSS のデータベースを使っているクラウド SQL あとはここではデータベースのソリューションという言い方をしていてサービスではないんですけど、えー、ベアメタルソリューションというベアメタルのサーバーにオラクルとか別のデータベースをインストールして使おうよっていうソリューションもあります,いこです、ね。はい でこれを、SQL まあ、データベースのエンジンごとにちょっと表にしてみましたっていう感じなんですけど、まあ、独自実装のものっていうのはスパナーとかビッグクエリーって言ってちょっと用途が違いますっていう感じですでそれ以外オラクルだと丸一つ SQL サーバーだと丸一つなんですけど、はい、ここ MySQL と PostgreSQLOSS、まあの一番人気のデータベースの2つですねこれだと選択肢が実はちょっと2つあります いや、1列目と2列目「いやクラウド SQL」って書いてあるじゃないか一緒じゃないのっていう話もあるんですけど実はクラウド SQL が2つに分かれてたりするっていうところでこんな複数あるのでちょっと選択肢ってことを考えなきゃいけないんです、はい。そのクラウド SQL2 つあるっていう話なんですけど、はいえー、と去年の7月ちょうど1年ぐらい前ですねに、あのー、今までクラウド SQL っていうものが「クラウド SQL エンタープライズエディション」っていうやつと「エンタープライズプラス」っていうエディションに分かれました。 もともとのクラウド SQL っていうのはなぜかエンタープライズがついてエンタープライズっていう辞書になったんですけどエンタープライズついてないのはないのかと思ったらないです、はい、ちょっとよくわかんないところですねで、えーとまあ、データベースのバージョン、まあ、最近データベースなんで新しいものが対応してますっていうところなんですけど、はい、マシンタイプとかも CBA のものが違ってたりとか SLA のレベルが違うとか、はい、あとは あのデータのキャッシュがプラスアルファになったりとかダウンタイムの話が変わったりとか実は、えー、エディションが変わっただけなのかと思ったら、えー、と今の現状のクラウド SQL っていうのは第二世代って呼ばれているものなんですよなんですけどほとんどこのエンタープライズプラスって第三世代と言っても過言ではないくらい、えー、新しくなってるのかなっていうところです、はい、なんでここで新しいクラウド SQL のエディションが出てきてるっていうところがあの結構最近の変化だったりします あともう一つですね、先ほどのところだと MySQL はクラウド SQL だったんですけど PostgreSQL の場合はクラウド SQL だけじゃなくて AlloyDB っていう Google から中身を作り替えた、えー、PostgreSQL があります。 ここではこれ2年前にプレビューされて2022年の12月かなに自衛されているので自衛されてもう1年半ぐらい経ってるものなんですがもう完全に p o s t g r e s q l 互換で、でハイパフォーマンスなデータベースですっていうところなんですけどちょっと特徴とすると。 まあえー、そうですね、えー、プライマリーとセカンダリーのリードレプリカっていう構成の中でストレージが一つのリージョナルの一つのクラスターになっているっていう形なんで個別にストレージを持ってない共通のストレージをベースにインスタンスが動いてます。で分析なんかも実は高速に作ることもできたりとか、まあ、それはカラム型エンジンっていってデータをカラム型で インメムリのキャッシュを持つんですけれどもそれによって分析クエリが速くなるっていう機構を内部に持ってたりあとは AroidDB Omni っていってダウンロード版の a ロ o デ d d b なんていうものもあったりするといって、まあ、いろんなところで動かせたりっていってさまざまな展開ができるデータベースだったりします、はい、でここも含めてクラウド SQL と a ロ o デ d d b との違いというところを改めて一番右にですね a ロ o デ d d b のとこを追加してみましたってところです すすだけけっていううところなんででど、まあそうですね、まあ、SQL も追加してほしいんで Google クラウドさん頑張ってほしいなっていうところです、はい、あと CPU については Enterprise+ とほぼ同等っぽいです CPU とメモリの比率とか含めると、まあ、同じようなものかなっていうところですね要すスに SLA も一緒ちょっとダウンタイムのメンターナンスっていうのも1秒未満っていうのは基本あとはデータのキャッシュローカルの SSD をデータキャッシュとして使うっていう機構があるんですけど エンタープライズプラスの場合はオプションで使います。アロイ DB はもうあのデフォルトで設定されてますっていう感じなので先ほど、えー、ストレージの部分がクラスターになって一つですよっていうところですね。を話させていただいたんですけどそれ以外の上物のところってエンタープライズプラスっていうのとアロイ DB って実は同じレベル間の、えー、ハードを使ってるようだっていう感じになってます。はい、で選択肢いっぱいありますよねってとこでどうするのって話ですよ。はい で、やっぱりメインどころとしては大きく2点、えー、パフォーマンスやっぱりデータベース速いことがあの正義ですから。それと機能性運用が楽になること。まあこの2点ですよね。っていう話です。じゃ、実際にパフォーマンスを測ってみました。というところです。やっぱりパフォーマンスベンチマーク取ると結構大変なんですけど、はい、えー、まず比較対象結構多いです、えー、先ほどですね、えー、クラウド SQL これがマイ sql p ボスグレがあると。 言って、えー、エンタでプラスの方でもデータキャッシュローカルの SSG のキャッシュがあるかないかっていうところでパフォーマンス結構変わってくるはずだっていうところの仮説をもとに MySQL は3つで PostgreSQL は a ロ o i d b もあるんで4つ、えー、合計7個も取りました <laughs>、はい、結構きつかったです、はい、でその上でまあマシンスペックはほどほどのサイズ、えー、CPU8 コアメモリ64なんでそうですねえっ、ー、と 皆さんがまあ分かる範囲でですねデータベースのサイズなんか運用で実設でこれより上、まあ、CPU のコア数が16とかメモリが100ギガ以上って多いかっていうとそんなに多くはないかなっていうサイズ感かなっていうところなのでまあ中くらいミドルレイヤーのマシンスペクトはちょうどいいと思います、はい、であとディスクがちょっとなんか大きいねって感じになってるんですけどはいそうですねはい えー、実際のデータ200ギガぐらいなんですけどディスクのパフォーマンスっていうのを高めるためにサイズをちょっと大きくしています。はい、あのボトルネックにになならいようにですね、はい、であと並列度は CPU コア数が8個なんで、はい、8から256までっていう形で増やして測ってます。 で、えー、ハマデビーってやつで、えー、TPCC っていうより倉庫の在庫管理みたいなやつをデータ200ギガぐらいでやってますで7回測って、えー、一番ダメなと一番いいのは外れ値だろうって言った外して5回平均みたいな取り方じゃあ実際これを見ていきましょうということなんですけど具体的なベンチマークの具体的な数字をちょっと出すのは利用規約的に NG なんでここでは書かれていないです。はい、あ,とあくまでで私が測った状況での ものなのなで、えー、皆様の状態だとまた傾向変わる可能性もありますというところだけご注意くださいじゃあ実際マイスキルどうなのか見ていきましょうというところなんですけどいわゆる一番オーソドックスなエンタープライズっていうのが一番下の青いやつです青いやつですねでエンタープライズプラスもうなんか次世代とも言えるようなやつですよこれのキャッシュなしのやつは赤い線でキャッシュやるとね分かりやすく黄色い線でググッとパフォーマンスが上がってるっていう状況です ま並列多重度グググググっと上げていくとやっぱりそれに応じてパフォーマンスって上がってくるんですけどエンタープライズ結構64128って言ってだいたい頭打ちぐらいになってくる一つのコアでこのくらいまあ動けば結構パフォーマンスはよく出てるのかなっていう気がします。でその上でエンタープライズのプラスっていうのはちゃんとパフォーマンスを上げ続けていくっていうのでかなりよくできているちゃんと世代が上がったぐらいにすごくランクアップされた、えー デーータベースサービスだっていうのがよく分かりますその上でキャッシュですよキャッシュのあるなしだけで一気にパフォーマンスが上がってくるんですねこれは相当効果が高いっていうことなのでまあコスト的な部分がプラスアルファでかかるのでそこは考え方次第なんですけど基本的にはこれ有効にすべきですじゃあコストのところってどのくらいかって話なんですけどまあ基本的にエンタープライズからプラスキャッシュも追加するとお値段は上がっていきますっていうのはまあしょうがないですよね なんですけどキャッシュって全体、まあ、ここで2800ドルぐらいって言った中で150ドルなんですよこの黄色と赤の差で150ドルですってことを考えるとすごく効果が高いので、えー、少なくとも ISQL の場合はデータキャッシュは必ず有効にしましょう圧倒的にパフォーマンスが変わりますと、はい、いうのがよく分かりました。でこれ オンデマンドだったのが1年でコミットしたり2年でコミットすると結構下がってくるというところただ注意点としては、えー、のディスクってコミットできないんでその分はあんま下がらないですよっていうところですね、えー、まあここはある意味あのフラグなんですけどね次のところでよくは意味が分かりますで次ポスグリの場合どうなのかっていう話なんですよちょっとここね難しいんです、はい、青いやつはね、はい、しょうがないしょうがない青いやつはなんかあの通常のエンタープライズですねあ,あんまりなかなか上がらない わかったんですよ私の計測範囲ではなんですけどプラスの黄色と赤ですねこれキャッシュの有無が黄色と赤なんですけどほとんど変わってないですね。私の計測した範囲だと PostgreSQL の場合ははあんまり効果はなかったっていうところですただ皆さんのキャッシュが必要になるか必要じゃないかっていうのはワークロードによってすごく変わってくるので。 はい、そこはあくまで私の検証結果の中では変わらなかったっていうだけなので、まあ、基本的にコスト的な差が大きくないんだったら有効にした方がいいと思います。はいはい、でその上でアロイデビーさん、はい、低いヘイリスだとあんまりパフォーマンス上がってないんですけど上げれば上げる平率度が上がるほどちゃんとパフォーマンスが伸びますなんで高負感でもちゃんと耐えられる作りをしてるっていうのが顕著に分かれてるっていうところですね。 まあ最初はですねプラスの方が圧倒的にパフォーマンス出てます倍出てますとそれがグググググって伸びるともう負荷が高ければ高いほど明らかにアロイデビーンの方がよくできてるっていうのが見て取れるっていう形になってるんで使い方はここら辺はちょっとあの考える必要が出てくるかなって感じですねでコスト的なところですはいちょっとですねまあ 基本的に上の右に行った方のがいいデータベースですよっていうところでパフォーマンスさっきのマイス q みたいにだんだん値段が上がるんですけどなぜかですねアロイ DB になると値段下がるんですねこれ何でかっていう話なんですけどディスクですディスクですあのパフォーマンス上げるためにさっき大きいディスク確保したって言いましたよねその分高いんですよでもアロイ DB って確保しない使った分しかお金かかんないんで実はすごいコスト効率いいんですよ、はい、あの実態ととすると、えー 1667GB のディスクのサイズを確保しているのに対して実際使っているのは 200GB しか使ってないって話なんで実は値段というのがすごく変わってきます。でこれがさっきの、えー、これはオンデマンドですねコミットすると CPU メモリの料金ってだんだん下がってくるんですよ。まあ、3年間使い続けますよみたいな状況になると、えー、CPU メモリの代金ってかなり下がってくるんでそうなると全体のコストってディスクが問題になるんですよ。そうすると よく見るとアロイド B が一番安いみたいなことも起こりうるっていうことなので、えー、使い方の状況次第なんですけどアロイド B は相当おすすめだなっていうのはパフォーマンスとコストの両面で見てあの明らかかなっていうところになってます、はいまあ、ただこれはディスクのパフォーマンスがちゃんと取りたいっていう前提でディスク大きくしてるって話なんで、はい、そこ次第ですねっていう感じですで全体のところパフォーマンスで話すると はい、まあ DB エンジニアによって差はあるけどエンタープライズプラスってすごくちゃんとパフォーマンス出ますね特に MySQL キャッシュのストレージすごく速くなるんで絶対有効にしましょうって話ですでアロ o i d d b は、えー、高い負荷だと確実にパフォーマンス出たねっていうのがちゃんと顕著に見えましたあとディスクのサイズってパフォーマンスと、えー、比例するんですけれども、えー、クラウドスキルの場合はストレージサイズを大きく取る必要があるんでお金かかりますとでも a ロ o i d d b は お金かからない。使った分しかかからないんで安価になるっていうところで特にコミットしあの1年3年でコミットする CPU ディス CPU メモリが、ね、値段下がってくるっていう状況だとよりアロイ i d a b の方がお安く使えて良、えー、いよっていう感じっていうのが見て取れたって感じですこの辺りがパフォーマンスの話かなってところですねはいで機能の話ここら辺はなかなか難しいんですけど、はい、データベースですね、はい、改めてバージョンが全然 違ってますよね、うん。あとマシンタイプは、まあ、先ほどの通りエンタープライズプラスっていうのとアロイデビューまあ同じぐらいよっていうところあと改めてここダウンタイムのところですねエンタープライズプラス高可動性いわゆる二大構成でフェールオーバーできるよっていう環境だと1秒未満でメンテナンスあ切り替えられるんで何かいやまあバージョンアップ勝手にしなきゃいけないでしょ何か脆弱性見つかったよっていう時だとほとんどダウンタイムなしまあ1秒未満なんで。 よ、あのー、よほど大変な環境以外だと。サービス中の切り替えっていうのも、あの視野に入るぐらいのダウンタイムの状況かなと思います。はい。で。アロイデイビはもっと不思議で。効果要請構成じゃない一台のシングル構成でも。なぜか一便未満です。不思議ですよね。不思議ですよね。はい。ちょっとこれ後で軽くだけ説明します。はい。あと。まあデータの検索の。 あのトレンドが変わってきたというところで、まあ、ベクトル検索とかデータの分析っていう話最初にさせていただきました。でベクトルの検索、まあ、生成 AI でラグを実装する時にはあの意味っていうのが近いかどうかっていうのを検索する必要があるのでえ基本的にはベクター検索をするっていうのがあの今の主流になってます。で c l o u s q l とアロイ o y d b は、えー、Postgres 自身に p g ベクターっていう ラライブラリがあるので、でそれを使いますっていうところなんアンドロイド AB は基本的に Google の独自実装っていうのは結構入ってるんで中身をスキャンっていう Google、えー、が作った、えー、ベクトルの検索用のインデックスがあるんですけれどもそれを中身入れ替えて使っているので高速になってますあとクラウド SQL の MySQL ですね MySQL なんですけど基本的にあのベクトル検索って 一応、ナイン最近出てそこでは入ってるよってことになってるんですけど、あのー、実際、じゃあ通常みんなが使える状況かというとそういう状況じゃないのがナイなので、はい、あのここは完全に独自実装になっています。独自実装なのでやはり Google が持っているこのスキャンというインデックスですねこれを使ってるんで結構高速に実装されているようです。はい、あとは分析っていうところだと、えー、a l o i d d b の場合はあのー、まあ Postgre も MyScale も、えーまあ、あくまでトランザクション用のデータベースなんで分析用とっていうのはあんまり入ってないんですけど、OSS 版には。まあアロイド B はあのカラム型エンジン、インメモリーのキャッシュを入れているので、えー、分析も早いっていう話が入ってます。このあたりがですね、結構検索の機能の違いっていうのが出てるって感じです、はい。あとはちょっと機能性のところ、軽く最近のアップデートを少し、えー、見ていこうかなっていう感じですけども、 SQL まあ,あの OSS の MySQL とか Postgres の OSS のデータベースをそのままサービス化してる方ですね、はい、これだと先ほど言ったようにエンタープライズプラスは冗長構成の HA の、えー、インスタンスの場合はダウンタイムがすごく少ないっていう話です、えー、先ほどですねあの計画メンテナンスが短いっていう話もしたんですけどもう一つあるんですよスケールアップでもほとんど落ちずに 切り替えられるっていうところなのでパフォーマンスが足んねえぞって言った時にメンテナンスでサービスを落とさずに1秒未満であればスケールアップさせるっていうことも現実的な選択肢に入るかなっていうところなので運用を止めずにおっと失礼しました、はい、運用を止めずに、はい、あのサービスを続けるためっていうアップデートがよくできているのかなと思ってます。はい、あとはですねジェミニーっていうあの生成経営サービスが ありますけれども、まあ、そこでいろいろサポートしてくれるよって話はこの後も続くんですがはい、あとは OSS でエンジンで EOL の後も延長サポートするよっていうまああまり塩漬けは良くないんですけど塩漬けは良くないんですけどバージョンアップって大変ですよね大変なんで、えー、そう簡単に変えられない人のために延長サポートもちゃんとするよっていうのをこの前宣言しましたあとはアロイデビ、まあ、この辺りはですね、はい、あの基本インスタンスが、えー、一大構成でもメンテナンスの ダウンタイムが1ってことです。これメンテナンス計画するメンテナンスなんで、えー、メンテナンスする直前に2台構成に実は内部的にしてるんですよ実は。まあ、本来だとそれってプラスでお金かかるはずだよねって話なんですけど実はかかってないです。で2大構成に一時的にして切り替えてるんで1大構成にもかかわらず、えー、1秒未満の切り替えっていうのができてるっていうところです。結構これはオーバ盤振るマイな機能なのかなっていう気がするんですけどすごくよくできてると思います。 あとは難しい機能がですねクロックスリージョンのデータ損失ゼロのスイッチオーバー言ってても何言ってんのって話なんですけど、えー、アロイデービーが例えば東京のリージョンですあと、えー、レプリカが大阪にあるとしますよで東京なんか問題が起こりましたって言った時に、まあ、大阪に切り替えますって言いますけどでも東京の問題が解決したら大体皆さんフェイルバックして大,大阪から東京に戻したがるんですよ、うん、その時に えー、実際フェールバックするってなると手続きがいっぱい必要なんですねデータがちゃんと、えー、書き込み完了しました、えー、レプリケーションも終わりましたその後切り替えます大丈夫ですかの確認まですごい手間がかかりますこれ全部自動でやってくれるっていう機能なんであの大規模運用してる人だと実は嬉しい機能だったりしますというところです、はい、ジェミニの話はパブリックプレビューあとスパナーですね えこちら、えー、まあここもちょっとデュアルリージョンとかの話が出てくるんですけど、えー、基本的にスパナーっていうのはニュー SQL で書き込みのスケールが上がるっていうところが、えー、大きな特徴の一つなんですけどもう一つ特徴があって。えー マルチリージョンでの超高可用性を実現できるっていうのがあります東京と大阪とかのリージョンで二つを使ってやるまあそういう時だといわゆる可用性が5.9 99.999ですねまでの可用 SLA というのが出ますただ今までの場合は東京大阪にデータ保存するんですけどそれだけだと,、えー、とどっちか壊れたときに正しい状況っていうのがわからないビザン,チン問題というのが発生するので データ保存しないんですけどソウルに Witness っていうデータを判断するだけ保存はしないんですよデータを判断するだけのものっていうのを置く必要があったんですけどこれが不要になりましたっていうことですなんで完全に東,あの東京と大阪だけでデータが閉じますあと何か問題があってもソウルまでの接続コネクションっていうのが必要なくなるのでパフォーマンスも何かあった時にも下がらないですっていうところなので結構重要なアップデートだったりします。 あとリーダーーダ認識ルーティンこの辺りはですねスパナの構成をちゃんと説明しないとすごくわかりにくいので、えー、まず説明しましょう、えー、とそもそもスパナーっていうデータベース他のデータベースと違ってインスタンスにつなぎに行くわけじゃないですっていうところからあの説明が必要になりますいわゆる通常の API サービスと一緒,一緒のように API に対してアクセスしに行くんですでそこでまず受けるのが Google っていうサービスは Google フロントエンドっていうサービスでまず 世界中同じ IP アドレスなんですけどで受けますでその後ろにもう一つもう一台ススパナフロンントエドっていうサービスがありますそのらに後ろに先ほどのようにスパナのインスタンスっていうのが東京にあったり大阪にあったりっていう構成をとってるんですね、はい、その状態なんですけど、えー、まずそういうのが処理をする構成になってますでマルチリージョンの場合実は東京と大阪どっちかがリーダーっていう位置づけになってるんですよ リーダーっていう位置づけになった時にこの、えー、リーダー認識ルーティングだとリーダーの方に全部クエリを接続しに行ってくれるっていう機能なんですね、えー、何が嬉しいかってちょっとすごくわかりにくいんですけど1回 Google フロントエンドで一番直近のところにアクセスが来ましたでそこから、えーリ,ーダーえー、リーダーリージョンの方にあるスパナフロントエンドっていうところに対してアクセスしに行きますでそこから、えー、各インスタンスと、えー、通信をしますっていう動きになります。 でスパナフロントエンドとインスタンスの間ってリクエストの回数がいいっぱいあるんですねここが、えー、リーダーのリージョンとスパナフロントエンドの間であの多数の接続してるんであればリージョン内の通信なんでレイテンシーは少ないですっていう話なんですけどリ、えー、ルーティング認識してくれないでもし大阪の方のスパナフロントエンドから接続した場合は。 ここのリージョン間の通信を何度も何度もしなきゃいけないんでパフォーマンスが落ちるんですねっていうのがあるので内部的にパフォーマンスを改善するためにこのような機能っていうのが実は出てますと,とこ,ろですこのあたり、えー、とかなりマニアックなところなので、えー、スパナの内部構成を理解してないと何のこっちゃっていうタイプのアップデートなんですが個人的にここ結構重要だなと思ったので、えー、皆さんポカンとしてると思うけど説明させていただきましたというところですはいでこのあたりが まあいわゆるグーグルが持っている通常の RDBMS の範囲っていうところなんですけどまあ一応他の DB エンジンの話っていうのもあの少しおさらいをしておきましょうというところです。まあ商用 DB の方ですね。はい、で、えー、これですオラクルの場合っていう話なんですけどオラクルの場合今まではベアメタルソリューションズーオラクルっていうソリューションでオラクルを動かしてました。 なんかちょっとややこしいなって話なんですけどこれ何でかっていうと、えー、基本的にはオラクルって Google クラウド上で動かすことを認めてなかったんですね実は。なので Google クラウド上で動かさないとどうしようというところで Google クラウドの隣の、えーまあ、ATOS っていうデータセンターベンダーさんがいらっしゃるんですけどそこと組んでインターコネクト専用線で接続してそのベアメータルのサーバーを ATOS のデータセンターに置いて。 そこに、えー、ビアメトロなんで、えー、オラクルをインストールして専用線経由で使うっていうソリューションです。まあこれは別に Atos のデータセンターなんで Google クラウドじゃないですよねって話なんでまあ普通に動かせるでまあクラウドじゃないんでコア係数の話っていうのも関係がないんでライセンス的にも有利だっていうロジックで提供していたものですそういうロジックですねはい。なんですけどつい最近先月 Google クラウドと Oracle がパートナーシップを発表っていうのがありました。その中だとマネージドサービス今年の後半に出すよって言ってます。まあ Oracle データベースあと Google クラウド。まあこれ何かっていうと、えー、さっきは Google クラウドの外側のデータセンターにサーバーを入いて使わしましたよね。逆です、えー。Google のデータセンターの中に Oracle がサーバーを申し込んでマネージドサービスを提供するよっていうのがこれです。 なんで考え方反対ですよね、はい。で、で、で、もう一つ、その結果パトナシップ結んだんで、はい、クラウドで動かせますよって言って、ちゃんと出てきました。はい、昔はですね、Amazon と、はい、Azure、この2つしかなかったんですよ。で、ここ、Google クラウドプラットフォームっていうのもつい先に増えました。で、問題はですね、そこの下、一番最後に書いてある一行なんですけども、 はい、さっき「コア係数」っていう言葉をちょっと出したんですが、えー、クラウド環境においてではですねあの通常のオンプレでインストールする時のオラクルの CPU コア数のライセンスのカウント数っていうのがあるんですけどコア係数っていうんですね、えー、まあインテル系 CPUX86 だと0.5っていう数字があって、えーまあ、CPU のコアの数は 0.5CPU 分でカウントするよっていうのがあるんですけどこれの適用されないって言ってるんですよ。 さて BMS っていうのはあくまで Google クラウドの外だから小分け数の対象外で関係ないですよってとこだったんですけど今後これがどうなるかっていうのはあのー、Google クラウドとオラクルの判断という話なのでどうなるかわかんないんですけどちょっとここら辺はどうなるかっていうのはもし既存のユーザーさんがいらっしゃった時はあの注意が必要かもしれないということ結構、はい、なんだかんだあるかもしれません。さて じゃあ,、まあいっぱいデータベースあるよねって話なんですけどどうすんのって話ですよ <laughs> いっぱいあるよねって話ですまあイン、e、メモリの、まあ、キャッシュみたいな話とかあのノイスキルのファイアストアとかはもうデータモデルが違うんでワイドカラムもそうですよね違うんで、まあ、ここはそもそも用途が違うよねって話なんですけどリレ,レーショナルモデルの場合ってどうなんで話ですよ似たようなデータなのにっつってじゃどうしようってことですまあ一応頑張って書きましたはいこれね3ページあります はい、ちょっと説明長いんで軽くいきますはいまず最初分析かどうかって話ですね。分析だったらもうビッグエリア一択ですはい簡単ですあと高い可用性が必要か、まあ、さっき言いましたね 99.999%59 これができるのがスパナあと書き込みも、えー、オンラインのままスケールアウトできるよっていうところなんでもうその時はもう基本的にはスパナ一択ですはいそれ以外の時ちょっと分析も軽くしたいなっていうことであればメインはトランザクションなんですけど分析もするっていう時はアロイ DB が カラムののキャッシュっていうのがあるんでこれができる、まあ、この辺りまでは大体一緒だと思うんですけどこの先ですね DB エンジンの話5等ですで商用 DB の話スキルサーバーは簡単ですあの選択肢がないんですーラウド SQL なんです <laughs> っていう話ですここは簡単ですよねマネージドサービスこれしかないんでじゃあオラクルの場合どうするのかって話なんですよオラクルの場合まあ今現状だと えー、BMS4、まあ、まあ一応ですねパートナーシップ結んだんでコンピュートエンジンにそのまますでインストールするってことも可能ですで一応今年後半にオラクルデータベースあとグーグルクラウドが出るって言ってるんですけど導入までの検証とかかかると思うんで多分今年中に導入するのはいろんな意味で難しいと思うんで来年以降はこっちを検討すべきです、はい、マネージドのサービスになってオラクルが提供するってことなんで間違いないと思います はい、で、あとはですね、マイスキルとかポスグレとか、はい、一番重要なところなんですけど、旧バージョンで使用づけどうしてもしなきゃいけない状況、あ、基本的にこれ推奨できませんよ、早くバージョンアップしてください。なんですけど、どうしようもないときやりますよね。そのはあは、あの古いバージョン対応してるエンタープライズ、あとは規模もちっちゃいときもそう。で、マイスキルの場合は、でかければ、まあ、エンタープライズプラスでいいんですけど、まあ、ポスグレの場合はですね、エンタープライズプラスも一応あるんですけど、これ点線です、アロイ DB 使ってください。もう明らかでした。パフォーマンスとコスト。 はい、これはあの状況が全然違うっていうのがよく分かったので、えー、基本的には対応できるんだったらアロイドでいいいと思います、はい、この辺りで、えー、データベースを選択していくってところがあの基本的に重要な考え方かなと思いますということでこれで RTBMS の選択は完璧ってことはないんですよ、はい、残念ながらあ,のあくまで今の例は私が考えたっていう話と代表的な選択肢ですあくまで。なんでそれ以外が多分 あのフローチャート以外の考えなきゃいけないところっていうのは多分ビジネス的な要件とか含めて皆さんにあるはずなんですねなんで先ほどの参考に完全にあれじゃなくて、プラス他の要因もあるかもしれないからそれちゃんと何かあるかっていうのを確認をしてください。それを踏まえて選択していくっていうのがすごく重要な点かなと思います。はい、で最後に一言ですね はい、データベースの、えー、ベンチーマーク結構取ったんですけどあれやると結構種類取ったんですよめっちゃくちゃやったんですよ費用すげえかかるんですよマジで怒られるんで <laughs> マジで怒られるんではい注意してください注意してくださいということで以上となります皆さんありがとうございました